新庄市では雪の中で寝かせることで甘さが増す雪の下野菜が掘り出され店頭に並びました。新庄市にある産直施設眉の里の敷地の一角で掘り出された雪の下野菜。凍らないように野菜が糖分を蓄えるため通常より甘くなると言われていて、積雪の多い最上地方でも古くから行われてきました。今日は先月25日に雪の中に埋めたおよそ400キロの野菜を掘り出しました。今年は暖冬の影響で例年に比べて野菜を覆う雪が少なく苦労したといいます。雪の下になかなかならなくて、雪が溶けないようにブルーシートで囲ったり、そういうの苦労しましたね。だんだんやっぱり寒さが増してきて甘みも出てきたので、どんどん美味しくなっていると思います。掘り出された野菜はそのまま直売所へ。専用のコーナーには白菜やキャベツ、それに大根などが並び、訪れた人たちは早速買い求めていました。今日はこれ八宝菜、いつも来て買っています。安くていいんです。大変いい評判をいただいておりまして、いつも物が足りない状態でやっぱり味が違うと評判いただいております。雪国でしかできないような野菜を、皆さんに提供したいということで続けています。雪の下野菜は新庄市の産直施設眉の里で3月下旬まで販売予定です。